今日本で一番問題になってるのは、もちろんあの、港も過疎してるんだけど、過疎化してるんだけど、島が最も過疎化してる、うん、本当は島の収入ってやっぱり漁業のウエイトっていうのは非常に多い、高いんですよね。ところがあの、まあ大きな沖とか対馬とか、例えばあの瀬戸内海にある、まあ、大きな島は農業も盛んなわけです。で、本当は漁業なの。だからね、新しく何かをやるって言ってもね、ほとんどみんな農業、投資する金額がね、もうかなり違ってくる。それにあの、さっきおっしゃったように収入がね、定まらないっていうのもあるんだけど、そもそも魚が、まあ、食べなくなってきてる。そして魚が高く売れない。その仕組みが、私ら取ってくる魚が1000円で市場で、取引されると、スーパーになるときに2000円以上になる。だから本当はその仕組みを変えていくっていうことが大事であって、その1000円のものが2000円で売られるんだったらば、この漁師さんの方が1200円でどこ売れるルートを作ればいい、だから流通も変えていく必要はあるんじゃないかと思うのね。加工できる商品は加工して、さらに付加価値をつけて、その付加価値をつけた商品もさらにそれをブランド化しようということで、やっていこうということで言ってるのね。このままいけば限界集落になって、はい、限界集落ということは、あのもう10年かかんないね、40人切るまでに、あと 5年で、多分この島島内に50人切るね、10年いったらね、20人以上切るから、40人切るね、で過去だって20年間見ると、平均するとね、5人以上減ってる、今回震災で10人以上減ったでしょ。で、毎年自然源もあるし、向こうに行ったり来たりしてんだけど、いずれあの病院の関係で向こうに住んじゃう。だから40人来た時はひどいですよ。そう優秀なセールスマンがいっぱいいるから、本当に助かりますね。だからそれまずね、伸ばして、あいつらが文句やないで一生懸命稼げて、ちょっと気ままだけど気ままだけど、文句がないで一生懸命稼ぎますけど、俺も見習わなきゃいけない文句ばかり言ってるから